どうもこんにちは、FC東京の児玉です。昨日の動画めっちゃ暗かったですよね。見えにくかったらすいません、ほんまに。けどああなるわ、電気つけたあかんもんな、車内。早速話していきましょう。コメントに遺跡について話してくださいっていうのがあったんで、ちょっと話していこうかなって思います。僕自身は移籍は3回してんのかな。チームは4チーム目ですね。京都、愛媛、山形、東京、まあ、その移籍、3回の移籍が多いのか少ないのかはまあ別として、個人的には今まで在籍してたチームのことはめっちゃ好き、大好きやし、住んでた土地のこともめっちゃ好きになってるんで、まあ、個人的にはその移籍っていうことについてすごいポジティブなイメージが多いです。まあけどそのチームにずっと在籍している選手とか、まあ逆に1年とか2年のスパンでポンポン移籍するような選手もいると思うんですけど、まあそれはだからどっちがいいとかそういう話じゃなくて、まあ、サッカー選手をしてると移籍っていうのはつきもので、いろんな状況が重なって自分はそのチームにいたいけど去らなきゃいけないっていう状況が出てきたりするから、自分の意思とは別に移籍を選択しざるを得ない時は絶対に来ると思うんですよね、サッカー選手は。まあ、そのチームで試合出てて、そのチームに必要とされてれば、まあ移籍する必要がなかったりもするわけだと思うんですけど、まあなんでこの移籍の話を選んで今日話しようかなと思ったのは、ケントがロシア決まったと思うんですけど、もうリリース出たと思うからちょっと喋っても大丈夫やと思うんですけど、俺はあいつ一番仲良くて、ご飯とか、まあ、遊びにとかもよく行ってたし、まあ、結構よく一緒にいる時間が長かったんで、いろいろ話もしてたんですけど、まあ、この先分からへんで、この先分からへんけど、まあ、今はあいつはここ最近はずっと東京で試合出てて、日本代表に選ばれて、まあ、東京にいたらすごくあいつもこの先分からへんけど今のところは充実してると思うんですよ。けどあいつは自ら移籍っていう決断をして、まあ、それ俺めっちゃすごいなって思って、自ら移籍しなきゃいけないっていう状況じゃないのに自分をもっと高めるために自分をもっと大きくするためにあいつは自分で戦って、まあ、それもロシアっていう、多分あいつ自身もそこまでよく詳しくは知らんと思うねんけどロシアのこと、まあ、そういう国にあいつはチャレンジしに行く決断をしたっていうところに俺はすごくリスペクトというかすごくかっこいいなって思ったんで、まあ移籍の話と絡めてこの話題を選びました。まあそういう決断をしたケントにはすごい俺は頑張ってほしいと思うし、自分もまだまだ頑張らなあかんなって、改めてまた思いました。全然あかんな、まとまってないな今回。まあちょっと今回はこの辺で勘弁してください。はい、以上です。さようなら、また明日。